小豆島農村歌舞伎は江戸時代以来およそ200年にわたり、島民に演じ継がれてきました。かつては島内30か所以上で演じられていましたが、現存するのは戸野省町の一山地区と小豆島町の中山地区の2か所のみとなっています。演技や演出に髪型歌舞伎の流れを汲むなど、 古くから交通の要所だった小豆島の地域的な特色を色濃く残していて。西日本の農村歌舞伎の展開や返還の過程を示すことなどが評価されました。香川県教育委員会によると、今日行われた国の文化審議会で審議された後。文部科学大臣に答申されました。都農省庁と小豆島町にある2つの歌舞伎舞台は。 すでに国の重要有形民族文化財に指定されていて、舞台と歌舞伎が有形と無形の両方で指定されるのは、全国初だということです重要文化財の指定ということで、本当に嬉しく思っており、これを励みに今後も皆さんに楽しんでもらえる歌舞伎を、みんなで力を合わせて作っていきたい。 これにより香川県内の国指定の文化財は合わせて182件となります。